皆さんこんにちは、島田設計室の島田と申します。本日は太陽と森とハウスというお家について、紹介したいと思います。こちらのお家なんですけれども、相葉建設さんがですね、4棟ですね、分譲した土地の一つを島田設計室で設計させていただきました。このお家の特徴としては、ちょうど大きな窓がありますけども、こちら側ですね、森が広がってまして、その森の景観を取り入れるっていうことをテーマにしています。屋根の上の方にね、ちょっと煙突もありますけども、薪ストーブもあったりして、東村山市なんですけれども、自然を満喫するようなね、そんなお家になればということで計画した家になります。こちら側がですね、玄関側になります。このスペースをね、どういうふうに考えたかっていうことなんですけれども、両端に駐車スペースと、こちら側に駐輪スペースを確保しています。その真ん中ですね、ちゃんとエリア分けをしたような形にして、植栽を施して、この植栽を間をね、こう抜けていくような形で親石でアプローチを取っています。植栽の植え方としては、玄関の正面に植えてます。こちら楓で、こっちも常緑の、ね、木を植えてますけれども、玄関の扉の前に植えると、扉を開けた時も外側から玄関が丸見えにならなかったり、朝出かける時に扉を開けると、まず目の前にね、緑が出迎えてくれるというような意図で植栽を植えています。駐車スペースだとか、アプローチのところも、まあコンクリートで作ってるんですけれども、表面のね、ちょっと表情を出すように、洗い出しっていうコンクリートを洗って、この骨材をですね、出してあげるような、石の表情がね、見えるような、そういう凹凸のある素材で仕上げています。入り口のところには庇をつけてますけども、こちらの扉のところが外物置なんですね。庭仕事のものだとか、掃除道具だとか、そういうようなものを収納することになると思うんですけども、畳1枚分ぐらいの、収納スペースっていうのを確保しています。はい、こちらが玄関になりますけれども、はい、床は洗い出しの仕上げですね。玄関入ってすぐのところにこういう棚板を設けてます。手すりがあって、あとこの下にですね、少しくぼんだスペースがありますけども、まあ鍵を置いたりだとか、印鑑を置いたりとかですね、ちょっと玄関で使うようなものを置けるようにしています。こちらが下足棚になってまして、ここはまあいろいろ外物置ですね、掃除道具入れたりだとか、そういうようなものになってて、ここはクロークですね。玄関入ってすぐのところに、手洗いを設けています。その奥にトイレですね、1階のトイレが設けています。トイレにですね、建主さんが購入したガラスのペンダントライトをつけています。中に入ってきました。で、家作りをするときにですね、いつもその家に名前をつけていて、その家のテーマっていうか、主役になるような場所を決めてます。で、今回の場合は、まあ、太陽と森とハウスということで、一番こう敷地を見たときに、これがテーマになるなと思ったのが森の眺めですね。保全林が広がってまして、かなり大きな樹木が育ってるんですけれども、この景観をどうやって取り入れるかということで考えました。で、敷地に対して森の方に向けて斜めにガラスの窓を設けてます。で、吹き抜けを作りまして、高い位置ですねにもガラスを入れて、大きな森の景観を取り入れる工夫をしています。薪ストーブの熱気がこの吹き抜けを登っていって、2階の方に回っていって、階段の方とね、こうぐる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 暖かい空気が回っていきますので、1階だけじゃなくて2階も家全体を温めるというような考えになってます。太陽と森との太陽なんですけれども、こちらの窓を1面だけじゃなくて2面というか、こう角部分ですね、これは1階も2階もそうなんですけども、南の日光を取り入れるためにこういう形の窓にしています。2階に個室があるんですけども、極力この1階のスペースで家族3人が過ごせるようにということで、それぞれのね、居場所というものを設定しています。まずはですね、ここのソファーですね、まあ、いわゆるリビングというようなスペースなんですけども、よく取り入れているほぼ正方形ソファーという作り付けのソファーですねを入れてます。このソファーですね、すごく奥行きが長いんですけれども、通常のね、形状のソファーって皆さん割とこういうふうにこの板の部分に座って、背もたれでね、こう使ってっていう状況をよく目にするんですけれども、ほぼ正方形ソファーの場合は
ソファーの上で足が伸ばせるので非常に足が楽でですね、結構好評いただいてるというか、我が家でも L 字型だったソファーを組み替えて正方形にしたんですけども、それから利用率が上がったっていうことで、いろんなお家でも採用しているソファーになります。昼寝したりとかね、そういうことにも使えますので、居場所として居心地よくするためにソファーの背面ですねに壁を設けてますけれども、例えばキッチンから見た時に気配は感じるけれども、丸見えにならないようにっていうことでこの壁を設けています。大きな収納があるんですけども、収納の両側にですね、想定としてはこちらがご主人が本を読んだりくつろぐようなスペースですね、壁があって収納があることでちょっとこうへこんだくぼんだようなスペースができてますので、そこに窓を設けて小さな居場所として作っています。ちょうど座ると囲われたような感じがあって、左側を向くと森が見えるようなスペースになってます。ここは計画の途中で建主さんが窓を設けようって言って変更したところなんですけれども、正解でしたね。ここの窓は、こちら側の方はここも収納と壁との間に挟まれたスペースなんですけども、さらに背面の方に固定の収納棚を作ることで、ちょっとちっちゃなね囲われた小部屋みたいな感じになってますけども、奥さんがミシンしたりだとか、そういうようなスペースとして使う場として計画しています。こんな形でですね、少しこもり感のあるようなスペースになってまして、後ろの方にも収納棚、前の方にも本棚があるようなね、そういう構成にしています。ダイニングテーブルですね、直径 1.1 メートルの円形のテーブルになります。割と家の真ん中にドンと置くような形でしたので、四角ではなくて丸テーブルにして、この周りをね移動しやすいような形にしてます。それとこのテーブル自体がですね、もともと建主さんが使っていた無垢の長方形のですね大きなテーブルがあったんですけども、その材料を生かしたいっていうことで、相模原市にある百花さんっていう家具作家さんがいるんですけども、その方に頼んで長方形の両端をカットしてつなぎ直して、厚みも薄くして丸いテーブルとしてリメイクしています。今回照明器具も建主さんがいろいろと作家さんが作ったものを選ばれていてですね、ダイニングテーブルのガラスの照明なんですけども、これは大谷よし子さんというガラス作家さんが作ったペンダント照明になります。電気をつけた時にガラスのこう揺らぎというか、不規則な一点一点ね手作りで作ったものなので、なかなか魅力的な、ね、表情があると思います。エアコンは収納棚の一番こう上のところに、設置しています。閉めるとですね、機械自体本体が隠れるようになっていて、ここはルーバー状に開いている形ですね。このまま運転してしまうと中で冷えすぎたり暑くなりすぎたりしてエアコンが正常に動作しなくなるんですけれども、ワイヤードリモコンというものをつけて温度センサーがついてますので、ここで操作してあげることによって正常な運転ができるようにしています。キッチンについてはですね、細かく建主さんと打ち合わせをしながら、この辺りに電子レンジを置いて、よく使う調味料のスペースなんかは扉をつけなかったりとかですね、日常で使うですねストックのものだとか、その調味料系のそのストックのものですね、そういうものを入れるような、こういうパントリー、耐荷重ね 100kg まで入るというものなんですけども、こういうものをつけています。ここはですね、これワイヤーシェルフっていうものなんですけれども、フライパンだとか鍋とかを入れるんですが、手前のものはねもうスッとこう扉を引き出さずに出せるんですけども、奥のものを取り出すときにスライドすると手前のものを取り出さなくても奥のものが取り出せるというようなものですね。はい、でそれでは2階に行ってみましょう。2階に来ましたけれども、こちらがですね家事室になります。日当たりのいい場所に家事室を設けています。家の中で洗濯物を干されるっていうことで、干すスペースですね、ここを充実させています。こちらガスの乾燥機があるんですけども、これもですね建主さんからの要望なんですが、引き出し式のねこういう台が出てきて、乾燥機洗濯物を出す時なんかにこういっぺん出して作業するようなね台が引き出せるようになっています。家事室から少しこう入ったところにクローゼットですね、壁一面クローゼットになってます。なので、洗濯物を洗って干して畳んで収納するっていう一連の動きがここで完結するような形ですね。で反対側、ここはもう本当にこう
バックヤード的なねイメージですので、もうあの扉のない形の押し入れぐらいの奥行きがあるんですけども、収納スペースがあります。火事の合間にですね、吹き抜け越しにやっぱりこう森の緑が見えるような、そういう計画になっています。こちらが寝室で、こちらがお子さんの部屋になります。寝室から行ってみましょう。吹き抜け越しにあの森の緑がね、寝室からも眺められます。1階も2階も薩摩中霧島壁の仕上げなんですけれども、少し落ち着いた、ね、トーンの色を使っています。吹き抜けがあることによってですね、下のこう気配を感じたりだとか、あと薪ストーブの、ね、熱気なんかもこう上がってくるのと、つながり感ですねみたいなものを作っています。夜寝るときになんかにですね、こう真っ暗にしたいというときはこういう板の戸を閉めると光を完全に遮断できて、あとあのまあ吹き抜け越しにね音が聞こえてきて、それを防ぎたいときもあると思いますので、音を防ぐ、ね、効果もあると思います。お子さんの部屋ですけども、まあ、コンパクトに3畳の大きさになっています。基本的にはね、一人がもう寝るだけのスペースで勉強したりだとかくつろいだりっていうのは基本的には1階で、あと収納もクローゼットも先ほどの家事室の隣のところを使いますので、子供室としてはコンパクトに抑えたような形になっています。洗面脱衣室なんですけども、洗濯機が家事室に持って行っているので、カウンターをね広く取れてます。 IKEA の引き出しを利用したりしてますけども、あの下着類とかタオル類とかですねがたくさん入るようになってます。お風呂ですね、ハーフニットバスになってますが、青森ひばを天井と壁に貼っています。木目がすごく綺麗ですね。太陽と森とハウス紹介してまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。建主さんとね、こういろいろいつも打ち合わせしながら家の計画を進めていくんですけども、今回本当に薪ストーブもあったりだとか、こういう作家さんが作った照明器具だとかね、建主さんの好きなものがこうギュッと詰まったお家になったかと思ってます。でやっぱり何より主役はあの森の景観なんですけども、朝の時間から昼夕方とね、刻々と日差しの雰囲気も変わったり森の雰囲気も変わってきてですね、やはり外の自然の変化をすごく取り入れている、それが感じられる、そんな家になったかなっていうふうに思いました。建主さん家族はねこれから住んでいくわけなんですけれども、森の景観っていうものを望まれてこの土地にね家を建てようというふうに考えられたと思いますので、四季を通じてですねこうすごくダイナミックに変化していくと思いますので、自然と共に暮らすね、そんなお家になっていけばいいかなというふうに思ってます。ありがとうございました。